じゃあ最後までついてきますね。オープンカーかっこいいです。これがオープン。ああ、オープンカーかっこいいです。いやあ。1600でしたっけ？2000。ああ。かっこいい。手振って。
まあそうですね。その時が初めて会ったけど、うん、聞いたら遠山さんに聞いたら去年は俺もほら行けなかったし、うん、試合だったビデオさん珍しくそうかもね。あれあれ松村君松村途中でリタイアだよね。あ、それ来てなかったんだよね。そう、ここの手前でね。あ、そうだった。いつもこの辺まで電話したの。いつもだけど電話ますから。これは綺麗ですね。あ、やっぱり石油キャンキャプテン持ってないでしょ。キャプテン持ってないでしょ。写真撮るみたい。車を撮るから車だけで撮りたい。あ、なんかこう、あ、写真撮る、集合写真、車両の横に立つとか、あ、集合写真とか、なんか撮りますよ。今仕事中だから。え、撮りますよ、集合写真。うん、そうそう、ハイテッドね。これ以外みんなポンコツですか。はい、食べます。はい、ポーズ。もう一回。はい、二三枚と。はい。ありがとうございました。あ、すいません。すいません、2年連続お渡しはできませんでした。お気をつけて。注文しないと。あ、そうだね、注文しないと。スパゲッティグラタンです。激アツだと思う。めちゃくちゃ寒い。よいしょ。
壊れないよ。壊れないよ。壊さないように帰って。お互いだ。じゃあ無事に帰れることを願ってます。それは帰れる。11月待ってますよ。今度はね。じゃあお願いします。はい、気をつけて。というわけで、翔さんありがとうございます。今日はトライアンフ翔さんの愛車ビテスのミーティングでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったです。面白かったです。今日は4台集まりました。過去は5台が最高らしいです。4台なんですが、ボーナーさんもう一人別の車両でいらっしゃったんで5台なはずだったんです。残念ながら今朝断念して違うランドローバーでいらっしゃってました。かっこよかったです。どちらもで元のビテスオーナーさんの、レストランでお店でランチしました。美味しかったです。また来年ですかね。はい、楽しみにしてましょう。はい、したいです。よろしくお願いします。なんか N 版で来ることになってたみたいだけど、うん、冗談いや、この車両でまた来ます。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。またね。ビテスミーティングでした。